皆さんこんにちは、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。妖怪ウォッチのおみくじシールキャンディ、今回5パック買ってきました。こちらの商品1パック200円ぐらいで、キャンディー、そしておみくじシールが入ってます。パッケージの裏面におみくじシールのラインナップ載ってますね。シールのイラスト見てみると、キラコマとかラストブシニャン、あとメカオロチとかメカキュービのシールもあります。すごい、コマさんとかトムニャン、ウィスパーも、あとウサピオもいますね。シールが全部で10種類、そしてキャラクターは全20種。では早速開封してみます。キラコマラストブシニャン出るか、レジェンドゲットなるか。1パック目こちら、ジバニャンと、これはサニーレタスさんですね。吉と小吉ってことで、シールが2枚セットになってます。シールの裏面には妖怪の説明書かれてますね。なんかよくよく考えると、おみくじが2枚入ってるってちょっとよくわかんないね。神社のおみくじ引いたら大吉と吉出てきたってことないもんね。2パック目こちら、かわいいコマさんの吉にポチの小吉です。3パック目開けてみます。ちょっと待って、シール切ってるかな、大丈夫かな、シール切ってないかな、気をつけよう。3パック目じゃじゃん、はい、出ました、メカキュービ、めっちゃキラキラしてるじゃん。そしてこれは帰りたいですね。やっぱり左端切れた、ギリギリセーフ。よいしょ。大吉のシールが全部で4種類ですね。ラストブシニャン、キラコマ、メカオロチ、メカキュウリ。4パック目の結果がこちら。やばい、連続で出てきた。メカキュウリ、大吉のシールと帰りたいです。ラスト5パック目開封してみます。レジェンド来るか。せーの、ドン。はい、ラストはトムニャンとアンビリーバボー。アンビリーバボー、バッドボーヤに似てるけど、わお、信じられない。人々の驚きの声を聞くことが彼の生きがいだって。アンビリーバボー。開封結果こちらです。一番良かったのが大吉のメカキュービですね。他はキッチとキッチとキッチ。ちなみに中のキャンディーはどんなんかな？わ、めっちゃ可愛い。なにこれ？キャンディーこちらなんですけど、イラストめちゃくちゃ可愛くないですか？これ、アメコミ風になってるね。コマさんがいて、これコーラ味のキャンディーってことね。裏面がですね、おみくじになってて、吉、旅先でいいことがありそうって書かれてます。ありそうずらにしてほしかったね、これは。他にも、ウィスパーとか、メカキュービー、ラストブシニャン、ジバニャンとか、いろんな妖怪がね、プリントされてます。これ全部開封したらレアなイラストとかあるかな？5パック全部開封してみました。レアなイラストあるかな。末吉のウィスパーが合計8個ですね。で、大吉のラストブシニャン4個で、メカキュービ3個、メカオロチ2個で、キラコマ2個という結果に。キラコマとメカオロチ結構レアかも。はい、ということで以上、今回は妖怪ウォッチのおみくじシールキャンディーの紹介でした。バイバイ。